J2 300試合を達成することができました。ありがとうございます。クラブにメモリアルフォトを作っていただいたので、これからサインを入れていきたいと思います。皆さんぜひ買ってください。今日は10枚用意させてもらってるので、はい、気持ちを込めて、気持ちを込めて、じゃあこの辺に書きますね。そうですね。どうですか100試合は。いやー7年かかりましたね。やっぱ思い返していろいろ思い出深い試合も多くあって、一番思い出深い試合とかあるんですか。一番思い出深いのは水戸1年目の最終戦ですね。へー、それはプレーオフかかってた試合で、でその試合に勝ったらプレーオフいけるかもしれないって試合で、その試合に僕決めてそれで勝ったんですよ。だけど山形と得点差が1足りなくて、プレーオフに行けずっていう、あ、得失点差じゃなくて総得点、はい、得点で、はい、得点で、それは確かに思い出に残るね。でもこの前 の, 開幕戦もなかなか思い出に残る、だいぶ100試合が開幕戦なんてこともないですし、しかも子供も生まれて、さらにはアシスト、あれはアシストと言っていいのか、あれはもうサッカー経験者的にはアシストと言っていいのかわからないですけど、あれはもうなんちゃってアシスト完全に、いやでもあそこにいるっていうね、うん、で同い年の園田選手がさらにあそこにいると、拓磨が決めてくれたのも嬉しいですね。それもあるよねやっぱりね、まあ、個人的にはやっぱゴールだったらなお良かったかなと思うけど、まあまあまあできすぎちゃうからね。そうですね、なかなかアシストもないですからね。まあでもね、点決めてもアシストしても負けてたらね、意味ないもんね。そうなんですよ、それを無失点で勝てたっていうことも大きかったです。ね、しかもゆりかごもできたしね、で本当に思い出に残る100試合です。本当にそれがテゲバジャーロ宮崎ということで、クラブスタッフとしても非常に嬉しく思ってます。あ、本当ですか。いや、それ嬉しいですね、僕も。この動画滝沢家でも使えるな。いや、これ回してください、滝沢家に。ちょっとクラブだけで使うんですいません。厳しいやん。冗談ですけど。ということで、スタジアム販売用の写真にサインを入れていきました。終わりました。明日、たくさんの人が買ってくれると思いますので。ちょっと残ると恥ずかしいんで、よろしくお願いします。ぜひ、皆さんよろしくお願いします。お願いします。武田選手、ありがとうございました。ありがとうございました。明日も頑張ってください。頑張ります。絶対勝ちます。サポーターにじゃあ最後一言、明日の試合に向けて。はい。先週同様、今週もホームでしっかり勝ってまた皆さんと喜びたいと思いますので、共に戦いましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。